はい、こんばんは。今日は誰逃れ明美さんに関する報道で、朝日新聞出版がアイラドットの記事をですね、取り消し謝罪したニュースについてお伝えします。まずは記事を読んでまいります。誰逃れさん、正直納得できないです。朝日新聞出版が謝罪文掲載も憤る。本当に謝罪する気持ちあるなら。タレントの誰逃れ明美さんがニュースサイトアイラドットで薬物使用疑惑を報じられ、虚偽だとして警告書を送付していた問題で、サイトを運営する朝日新聞出版は14日、謝罪文を掲載した。誰逃れさんは自身のツイッターを更新し、正直納得できないですと憤っている。公表された謝罪文では、記事は関係者に対する十分な取材や事実確認ができておらず、ご批判を真摯に受け止め記事を取り消し深くお詫び申し上げますと記事の誤りを認めている。これに対して誰逃れさんは、フェイクニュースで SNS で私がどれだけ嫌な思いをしたか、両親がどんな気持ちだったかと綴り、本当に謝罪する気持ちがあるのなら訂正謝罪文をしっかりネットニュースとしては配信してもらいたいと願った。疑惑を報じられた後、誰逃れさんは潔白を証明しようと薬物使用に関する毛髪検査を受けているということなんですね。で、この一連の報道をめぐってですね、朝日新聞出版がどういう謝罪文を誰逃れ明美さん側にですね出したのか、その全文を読んでまいります。引用元は朝日新聞出版のサイトからですけれども、5月5日にニュースサイトアイラドットでアイラドット編集部が配信した記事、マトリが次に狙うセレブタレント、昨年大麻逮捕の元女優と同ルートかについて、誰逃れ明美氏と所属事務所のリベラ株式会社から記事中のタレントの A が誰逃れ明美氏と同定が可能であり、誰逃れ明美氏が過去も現在も薬物を使用ないし所持したことは断じてなく、それを疑うべき事情も一切ありませんとする警告書を受け取りました。記事は関係者に対する十分な取材や事実確認ができておらず、ご批判を真摯に受け止め記事を取り消し、誰逃れ明美氏とリベラ株式会社に深くお詫びを申し上げます。株式会社朝日新聞出版ということなんですね。つまり今回の誰逃れ明美さんをめぐるアイラドットの記事はですね、十分な取材や事実確認をしていない記事でありまして、そのことを受けまして朝日新聞出版としては記事を取り消しますということですね。ですので事実確認をしていない記事を出していたということになります。そもそもですね、なんで十分な取材や事実確認ができていないものを記事にしたのかっていうのが本当にわからないところですね。というかあってはならないことだと思います。ですのでこの朝日新聞出版のお詫びっていうのは、事実確認ができていないことを記事にしてしまったという、ある種ありえないお詫びコメントだと思います。そもそも事実確認ができていないものを記事にしちゃダメだと思います。報道する側っていうのはそういうことはあってはならないことなんだと思います。で、このアイラドットのお詫びを受けて誰逃れさんはですね、誰逃れさんは自身のツイッターとインスタグラムでこの謝罪文を紹介し、フェイクニュースを出したアイラドットと株式会社朝日新聞出版のホームページにお詫びを掲載することと直接謝罪に伺いますとの返事が来たと報告。しかしながら今回の対応では怒りが収まらない様子で、あんなに世間に薬物疑惑と広められたのに本当に誰も見ていないような目立たないところにちょっとだけ謝罪文の掲載、正直納得できないです。アイラドットのフェイクニュースで SNS で私がどれだけ嫌な思いをしたか、両親がどんな気持ちだったか、ファンの皆様、仕事の関係者の皆様を不安にさせてしまったか、せめて本当に謝罪する気持ちがあるのなら訂正謝罪文をしっかりネットニュースとして配信してもらいたいですと心境を述べている。この種の訂正記事についてはたびたび謝罪文が小さい、問題となった元の記事と同じ大きさで行わなければいけないといった議論が起きる。中略しまして、誰逃れさんは問題となった記事が配信された翌日、一度掲載された記事は決して消すことはできません。記事削除してもネットには一生残るものです。記事を書いている記者さんは一文字一文字しっかり責任を持って書いてもらいたいと思っています。で、今回のこの誰逃れさんをめぐる報道は、このアイラドットの記事がもう事実に基づいていないということがはっきりした状況において、朝日新聞出版はですね、誰逃れさんですとか、そして誰逃れさんのご家族ですとか、全ての関係者に対しても誠意あるお詫びの姿勢を示すべきではないでしょうか。で、ここで捏造とは何かということについて少し考えてまいりたいと思います。で、捏造という言葉の定義からなんですが、捏造とは大辞林によりますと、実際にはありもしない事柄を
事実であるかのように作り上げること、でっち上げとなっています。つまりですね、今回の記事のように、事実確認をしていないことを執筆し、記事として掲載することを世間の一般常識では捏造と言います。で、株式会社朝日新聞出版が運営設立していますアイラドットがですね、十分な取材や事実確認をしていない記事を掲載したことで、誰逃れさんは報道被害を受けたと言ってもいいと思います。で、そうしたことを受けて今回誰逃れ明美さんは自ら身の潔白を証明しました。朝日新聞出版はですね、以前週刊朝日においても当時橋本徹大阪市長に対する特集記事において不適切な表現があったことを認め謝罪しています。2012年11月12日朝日新聞社の第三者機関報道と人権委員会は見解をまとめ橋本市長に報告謝罪しました。また同日高徳秀夫朝日新聞出版社長の引責辞任が発表されました。今回の誰逃れ明美さんをめぐるアイラドットの虚偽報道もですね、報道が守るべき人権を無視したあってはならないことなんだと思います。報道とはですね、人々の平和な生活を守り、人権を守り、平和な社会を作るために社会正義を追求し、自由民主主義を守ることにその報道としての存在意義、価値というものがあるんだと思います。今回のアイラドットの虚偽報道といいますか、捏造報道といいますか、この報道はですね、その報道が持つべき使命、存在意義のあり方からですね、大きく逸脱したものだと思います。アイラドット、そして朝日新聞出版は誰逃れ明美さんへの誠意ある謝罪と名誉回復に努めていただきたいと思います。ありがとうございました。